1号艇佐久間明選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。さあ準優勝戦はしっかりとインから押し切りました、はい、そして3日目からは4連勝の動きです。はい、改めて船足の仕上がりを教えてください。うーん、足に関してはちょっと威張れるところが一つもない感じですね。はい、ただあの船の向きとかそういうところに関してはあのリプレイ見てもある程度来てるんじゃないかなと思います。はい、はい、まあ、リプレイ見てもということですが、まあ、実際、まあ、乗り心地とか体感も、体感はねあんまり良くないんですよ。なんかしっくり来てない感じがあって、うん、はい、はい、優勝戦向けてどうでしょう、求めていきたいところという作業。いや、ちょっとねいろいろあの4日目までプロペラの作業はちょっといろいろやったんですけど、まあ、ちょっとバランスよくあの上位って感じにはなんないんで、今の状態をちょっと回転しっかり合わせてキープする感じですね。はい、はい、さあ優勝戦は1号艇となりましたが、はい、レースのイメージとしてはもちろん準優勝戦のようにしっかりと押し切る。そうですね、準優もしっかりと回れてないんですけど、はい、ちょっと頑張りたいですね。はい、はい、今節のスタートの見え方ですが、ご自身の完登の比較はいかがでしょうか。スローがねちょっと届かないですね。見え方は結構早いんじゃないかなと思いながら20入んなかったりでちょっとずれすぎてますね。はい、そのあたりもでは明日スタート特訓などで使って、そうですね、今日もちゃんと行こうと思ったんですけど行けなかったんで、まあ、ちょっと明日はっていう気持ちはあります。はい、はい、それでは最後へ、優勝へ向けての意気込みをファンの方に一言お願いします。そうですね、ちょっと余裕ない、レースが続いてるんですけど、しっかり、1号艇インから、逃げたいと思います。